太陽は私たちの日常生活に欠かせない輝きを与えてくれる存在です。この光がなければ私たちの世界は全く異なるものになっていたでしょう。しかし、このように私たちの生活に密接に結びついている太陽も、宇宙の壮大なスケールでは一時的なものに過ぎません。科学者たちは太陽が約50億年後には燃料を使い果たし、その輝きを失うと予測しています。太陽の終焉は地球上の生命にとって終わりを意味しますが、それはまだ遥か未来の話です。今回は太陽の寿命とその最終的な運命についてお話しします。太陽は約46億年前に誕生し、その輝きは地球上のすべての生命にとって不可欠なエネルギーを供給してきました。この巨大な恒星は一つの巨大なガス雲が崩壊し、その中心で核融合が始まったことによって生まれました。太陽の光と熱は地球の気候を形成し、生態系を支える季節の変化をもたらしています。植物はこの光を利用して光合成を行い、地球上の生命はそのエネルギーを食物として利用してきました。人間もまた太陽光を利用して電力を生み出すなど、太陽からの恵みを受けています。しかし太陽にも寿命があります。宇宙の法則に従い、いずれこの恒星もその役割を終える時が来るのです。太陽は主系列星としての寿命は約100億年とされています。私たちはその寿命の半ば、約46億年を過ぎたところにいます。太陽の核にある水素の燃料は無限ではありません。現在の推計によると、太陽はその水素の約 50% を消費しました。残りの水素が尽きると、太陽はその次の段階へと進化します。この変化は太陽の内部構造とエネルギー生成の過程に大きな変動をもたらします。太陽がその核心での水素の核融合を終えると、私たちの恒星は壮大な変貌を遂げることになります。この時点で太陽はその次の生命段階へと進む準備が整います。太陽の中心部でのエネルギー生成が変化すると、太陽は外側へと膨張を始め、赤色巨星という新たな形態を取ります。この過程は太陽が今の約100倍から1000倍にも膨張することを意味します。この巨大な変化は太陽系内の惑星にとって重大な影響を及ぼす可能性があります。赤色巨星への変貌は、太陽の内部で起こる一連の複雑な物理的過程によって引き起こされます。水素の核融合が終わると、太陽の中心部ではヘリウムが支配的な元素となります。このヘリウムは次第に圧縮され、太陽の核の温度と圧力が上昇します。これにより太陽の外層は膨張し、表面温度は下がります。その結果、太陽は赤く明るく、そして非常に大きく見えるようになります。太陽が赤色巨星になるこの段階では、太陽はその輝きを保ちながらも、その性質は大きく変わります。膨張する太陽はその影響圏を内側の惑星にまで広げ、地球を含むこれらの惑星は太陽に飲み込まれるか、極端に加熱される可能性があります。この過程は地球上の生命にとって壊滅的な結果をもたらすことになります。太陽系の内側の惑星が直面する運命は、太陽の膨張の程度と速度によって左右されます。太陽が赤色巨星の段階に入ると、その高度は現在の数千倍にも達する可能性があります。この高度の増加は太陽系の遠い惑星にも影響を及ぼし、これまで氷で覆われていた世界が温暖化する可能性があります。しかし太陽のこの膨張と明るさの増加は永遠には続かず、最終的には外層が宇宙空間に放出され、太陽の核だけが残ります。この時点で太陽は自身の外層を宇宙空間に放出し始め、かつての輝きを徐々に失っていきます。この過程は
太陽が白色矮星へと変化する道を準備します。太陽の核だけが残り、その周りの物質は拡散していきます。この核は非常に密度が高く、地球の大きさに近いサイズにまで収縮しますが、その質量は太陽の約 50% に相当します。この状態の太陽は白色矮星として知られるようになります。白色矮星は非常に高い温度を持ちながらも、新たなエネルギーを生成する核融合反応は行われません。その輝きはかつての太陽が生み出した熱エネルギーの残りによって支えられています。この時点での太陽はかつての巨大な輝きはなくなりますが、依然として強い光を放ち続けます。この光は徐々に弱まり、太陽は何十億年にもわたってゆっくりと冷えていく運命にあります。この冷える過程は非常に長い時間を要します。白色矮星として何十億年もの間徐々に冷えていく太陽は、最終的には光をほとんど放たない暗く冷たい天体、黒色矮星へと変化します。この段階は太陽がもはや見える光を放つことがなく、かつての星としての活動を完全に終えた状態を意味します。しかしこの過程は宇宙の時間スケールにおいて非常に長い時間を要するため、実際に黒色矮星が存在するかどうかは現在の科学技術では確認できていません。現在の宇宙の年齢は約138億年であり、黒色矮星が形成されるまでにはそれをはるかに超える時間が必要とされています。このため黒色矮星は理論上の存在であり、その実態はまだ誰にも観測されていないのです。黒色矮星への変化は星の生涯の最終章を象徴しています。しかし太陽の進化は人類が長期的な未来において直面する大きな課題を浮き彫りにします。太陽が最終的に赤色巨星となり地球を飲み込むか、極端に加熱する可能性があるため、未来の人類は地球外の環境で生活するための新たな技術と知識を開発し、宇宙の他の場所で生命を維持する方法を見つけなければなりません。太陽の物語は宇宙の壮大なサイクルの一部であり、その終焉は宇宙の不思議と可能性に満ちた新たな始まりを意味します。私たち人類の未来もこの宇宙の中で無限の可能性を秘めています。太陽の最後の日まで、そしてそれをはるかに超えた未来においても、私たちは学び、探求し、進化し続けるでしょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。